はい、おはようございます。パクチー大原です。トレーニング中ちょっと力が出ずに、もう食べ物のことしか考えられなくなったので、ちょっと今日は切れ食いしちゃいます。じゃあ早速ちょっとパンを食べます。バニラチョコバナナ買いました。はい、こんにちは。今行徳にいまして、今から行徳で有名な行徳ビリヤニハウスというカレー屋さんでビリヤニとカレーを食べていきたいと思います。それではお楽しみに。はい、先ほどビリヤニハウスで、ハリームセットを食べてきたんですけど、なかなか新感覚のカレー、ねっとり系のカレーということで、かなり、脳が刺激されるような、ご飯でした。切れ食いラストです。
滑らかプリン。おいしい。ちょっと腹がはち切れそうです。腹がはち切れそう。かなりきついですね。まあ、僕の切れ食いはほんとこれぐらい食べます。腹がはち切れそうになるまで食べて、しばらく食べたい欲求をなるべくなくすっていう、あまり、まあ、真似してほしくはないんですけど、こういったやり方で今やってます。まあ、意図してやってるわけじゃないんですけど、切り食いするならこれぐらいやってもいいかなとは思います。そうですね。そうですね。ああ、お腹いっぱい。基本的にもう食べすぎると、もう寝れなくなるんで、まあ、睡眠の質とか下がっちゃうんですけど、まあ、これはちょっと切れ食いの、ちょっと悪い点ですね。お腹いっぱいですね。まあ、こんな感じでやってます。もしいいなというか、まあ、こんな感じでやってたんだ、みたいな、面白いねって思ったら、チャンネル登録、そしていいねボタン、そして質問等ございましたら、コメント欄にご記入のほどよろしくお願いいたします。それでは終わります。じゃあね。